おはようございます。のこです。本当におはようございますの顔なんですけど、起きて、10分くらいしたくらい、顔洗って化粧水塗ったくらいです。あ、カラコンが入ってます。カラコン、さすがにちょっと裸眼のすっぴんきついのでカラコン入ってます。化粧をしていきたいと思います。なんだ、最初下地がこちらです。カラーグラムのファンデーション F クッションです。カラーグラムのトーンアップをずっと使ってたんですよ。それを使ってて、でフラットオリーブヤングが入ったら、なんかこれの新しいこれが出てて、でこれいいですよってお姉さんに言われて、トーンアップ使ってるんですよって言ったら、なんかあれってファンデーションってか下地なんですけど、なんか日焼け止めついてなくて、日焼け止め塗ってあれ塗って大変じゃないですかって言って、日焼け止めにこれに入ってみたいな感じでマックスで入ってるみたいなので、あ、いいなと思ってこれを買いました。でもね、ちょっとカバーしてくれるんですよ。私ファンデーション好きじゃないんですけど、薄付きだからいいかなと思って買いました。これを使っております。ニキビとかも全然あるんですけど隠さないです。で、終わったら同じカラーグラムのロージーフェイスパウダーを使います。イニスフリーのアイブロウペンシル N4 番を使ってます。イニスフリー、安いんですよ。眉毛って私下手くそなんで、そんなに参考にならないと思います。まっすぐ描くだけです。知らない。涙袋はこうやって、なんていうの、普通に二重の延長線と涙袋に結構普通にシャッシャッシャッてチュッ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 、こんな感じ。全然違うでしょ。そしたらアイシャドウですね。クリオのプロアイパレット12はオータムブリーズインソールフォーレストらしいです。まずここの一番、このちょっと薄いピンクを全部に塗る。涙袋も。そしたらこのキラキラしてるこの色をちっちゃいので取って、この目の下に入れていきます。この上のキラキラところを指で取って、まぶたのジョン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 って、あ、なかった。あんまつけすぎるとキモいので、汚くなるので、絶対つけすぎた。粒が大きいのであんまりつけすぎるとなんか二重メイクみたいになっちゃう。アイラインを入れていきます。
はい、アイライン引き終わりました。ちょっと長いんですけど、私多分自覚してます。長いんですけど、長い方がいいかなって自分で結構満足してます。まつげですね、もう塗っちゃったんですけど、まつげはマツパしてるのでビラ使えなくて、ミチュセのアイリーマスカラ、アイエディションマスカラベース、マスカラ下地を塗ってます。まずこれ最初に、これコームタイプなんで結構綺麗に、なんていうの、塗れるんですよ。でバイトの時とかはこれだけで塗ってます。でマスカラはヒロインメイク、キスミヒロインメイクマイクマクロマスカラ アドバンストフィルム01番を使ってます。ちっちゃいタイプ、この子が細いタイプなんですよ。これを縦に感じでつけていきます。違い、めっちゃギャンギャンになります。ギャンギャン。下まつげは下地を塗って下げるようにしてます。そしたら涙袋にフォールの01番のグリッターを使っていきます。で涙袋の目の黒目の下から目頭からここら辺でこうやって流す感じ、ここにベロって塗ってふわって流す感じ。一応黒目の下が一番多くなるように塗ってます。アイラインと二重幅のこのダブルラインを同じ長さにするように一応してます。チーク、イニスフリーの2番、ちょっとこれシール貼ってるんですけど、イニスフリーのチークの2番、コーラルピンクみたいな、コーラルピンクを、なんて言えばいいんだろう、ここのほっぺの横と この鼻にもプッて、ちょっと塗りすぎた。何にも塗ります。この横にこうやってチークあるようにします。したらちょっとぼかしていきます。ペン。こんな感じです。で、ちょっと口の上らへん、ここらへんにも、ちょっとはみ出たみたいな、ちょっとリップはみ出た風にするので。ちょっとチーク塗ってます。これじゃ変なんで、Q10 の購入品で紹介したキーボのリップです。ヒリヒリするやつを使います。まん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 って言った、気持ちいい。上唇にはみ出る感じで塗ります。リップはカラーグラムの01番のこのティントを使っていきます。これめっちゃいいんですよ。落ちなくて、これマジで落ちないティントです。めちゃめちゃ好きで、もうほぼないんですけど、これ本当におすすめです。落ちない、デートにおすすめ、マスクにつかない、本当にいい。ご飯食べても残ってる。ジューシーっぽいんで夏っぽいかもしれない。いいかも。これから次にハイライトです。ダイヤモンドライトマルチユースハイライターダイヤモンドファイヤーフェイスカラーって書いてます。
友達から誕生日プレゼントでもらって、これ友達使ってるんですけど、めっちゃ可愛くないですか、このパケが。このなんていうんだろう、高そうなパケ、こんな感じなんですけど、これが結構ギラギラしてて可愛いんですよね。まあ、鼻筋に入れます。鼻筋とちょっとこのチークの上ら辺と、この唇のこのてっぺん、に塗って終わりです。こんな感じです、最近の私のメイクです。終わりです。ちょっと前髪巻いてきますね。はい、ということで、まあ、毎日メイクが完成しました。鼻が軽いんですけど、こんな感じです。ちょっとね、唇のこの上にあのチーク塗せすぎたかなと思うんですけど、いかがですか。こんな感じのアイマイク、アイマイクもこんな感じ、いいのかな、こんな感じでございます。こんな感じで化粧をしました。なんだろう、いろんなものを参考してるんですけど、なんだろう、結構レッドってアプリとか TikTok で流れてくる人のメイクとか、大好きなアポちゃんの動画とかも結構見て参考にしてとか、好きなインスタグラマーさんが質問で答えてるのをちょっとやってみたりとかして、ここの顔になりました。チークは意外と大事かなと思います。チーク、眉毛は、まあ、どうせ前髪で隠れるからいいんですけど、でもっていうスタンスでやっております。この顔で推しに会いに行きました。無事可愛いって言ってもらえたからもう大満足で、しばらくこのメイクかなって思います。あれなんですけど、こんな感じで毎日メイクを終わりたいと思います。最後まで皆さん、最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。